日雇い傭兵のお仕事第17話始まります。私だ、カロンゾだ。ウォッチポイントアルファ突入からスタートです。621、仕事の続きだ。深度2の探査を行ってもらう。この区画は横にも広く、物資輸送のための線路が張り巡らされている。複雑な道中には物陰や死角も多い。強所での戦闘に備えておけ。レイブ、こちらからもお伝えしたいことが。先行して突入したベイラム部隊の通信ログを拾ってきたのですが、どうやら彼らは施設調査ではない任務も帯びているようです。脅威はガードメカだけではありません。人の思惑にも注意を。突撃部隊の半数を失ったベイラム、自社戦力を温存中の青木だ。では広域レーダーによる情報支援はできん。621、お前の感覚に頼る形になる。再び出ます。再び発進。戦闘モード起動。私が調査しよう。日雇い仕事22、ウォッチポイントアルファ、深度2を調査したまえ。ネペンデスは単なる入り口の守り。ここからが地下施設の本格的な調査。もう開いてんじゃん。傾き、片方は正面プラズマにしたのですが、右は垂直プラズマのまま来たため、ほぼ役立たず。図面によると、この先にも線路が続いているのですが、電源が落とされているようです。復旧する手段を探しましょう。したベイラム部隊の通信ログはこの付近で途切れています。もう開いてんじゃん。待ってたぜ、ノライナ。あなた、ACU ヘッドブリンガーガンズ5、イグアスです。アイスワームの反応が可愛くて気に入ってきたのに、こうなってしまうとは。殺して、俺は地上に戻る。物騒な穴蔵生活にはもううんざりなんだな。ノライナ死ねば気分帰れるだろうよ。また耳鳴りかよ。クソったれなヤブ医者が。ノライナが調子に乗り合って邪魔なんだよ、てめえは。カットして撃退。認めねえ、認めねえぞ、スミコ様、てめえは。ガンズ5、イグアスの撃破を確認。やはりこの地下空間は危険です。私たちの今いる深度、地上からどれくらい離れているのでしょうか。ルビコンには私の知らないことが無数にある。あなたといるとそう気づかされます。道中、滅びる前の技研所長永井教授のメモを発見。コーラルは超高効率のエネルギー媒体でありながら、自己増殖する生態物質でもある。群れの密度が高まるほど増殖速度が上がり、真空状態ではそのスピードは爆発的に高まる。コーラルの増殖が始まる前の兆候、相違点を見極める必要がある。もし爆発増殖が発生したら、それは人類に制御できない破綻となるだろう。コーラルが集まろうとする特性、私もきっと例外ではないのでしょう。先に進みたい気持ちが少しだけ流行るのです。621、順調に進んでいるようだな。一人手探りとは思えん。嗅覚でも備わったか。長い探索を終えて、空飛ぶ冷蔵庫で補給。イグアスは中ボスとして消化されたので、この先に深度2のボスが待っている。封鎖区域への侵入者を検出。防衛プログラム、フェーズ 3.0。強制執行モードに形態変更。対象を無視します。下空人機、エンフォーサー。敵機の解析が完了。
エンフォーサー、惑星封鎖機構の開発した試作無人兵器です。設計要件はウォッチパワーと重要価格の亡命および侵入者の確実な排除。この先には封鎖機構を秘匿しておきたかったナイフがあるということです。ボコボコにして一体この地下施設に何があるか確かめてやるわよ。エンフォーサーはパルスガン、プラズマボンド、シールドを装備した由緒正しきエネルギーを、さらにウズラミサイルなんかも作っちゃったりして封鎖機構の鉄装のなさをよう再現しておる。とにかく気をつけるのは主砲のプラズマ砲、スタンのダメージもでかいので当たらないようステップ重点。そしてもう一つ、中距離を一気に詰めるプラズマサーベル。距離を詰めて戦うとこれがどんな本が飛んできて長すぎそれか正極か。だからパパのこと距離を取ってスタンを稼いでいたわけですね。そろそろ行けるかな。暗いファイルバンカー、もう根元からヒットしなかったか。じゃあない、順調に削っていくと。ベース 3.5、パターン C、出力リミッター解除。各部アクチュエーター、駆動コスト及び上限値再設定。侵入者を排除します。仕事、依頼達成です。敵機の完全停止を確認。次の進路についてはウォルターにも情報があるはず。ひとまず休息を取りましょう、レイブン。今日のアンブッシュには何点もらえるかしら。基本報酬30万、残虐行為手当189,800、修理弾薬費194,500円。道中拾った無人機用のブースターとワンプポイントでミサイルをゲット。新着メッセージなし。拾った危険のブースターはクイックブースト特化、一度の消費が少なくリロード間隔も短いため連発可能。無人機用の調整であるため人間の体重限界は一切考慮されていませんが、ママヤード、腕は積載上限がやや低めですが近接射撃どちらも適性のあるバランスタイプ。腕自体が軽いので全体としての積載量はアップし、エネルギー負荷も軽め、こりゃええもん拾ったわい。といったところで今回は終了です。次回、深度3と2つの道。それでは皆さん、お達者で。